それでは、今から返しを作っていきたいと思います。返しはね、そばとか、すき焼きとか、丼作る際のだしとかですね、はい、それで使う用の返しを今から作っていきたいと思います。そしたらですね、まずみりん、みりん160、はい、ザラメを160、はい、これをまずちょっと火にかけます。ザラメを溶かしつつ、アルコールを、飛ばしていく感じですね。みりんのアルコールを飛ばしていく感じなんですけど、みりんとザラメがね、溶かしておけあったら OK です。はい、はい、混ざり合いましたので、ここでですね、濃い口醤油を500、そしてですね、軽く、火は弱火ぐらいでね、はい、そして米に泡のブツブツができてきたらもう火を止めてください。はい、それで出来上がりになります。はい、はい、これぐらいになりましたらもう火を止めてください。沸騰寸前ぐらいでもう火を止めてください。そしてですね、これを容器に入れてですね、これでですね、冷めましたらね、冷蔵庫に入れて保管してください。2、3日後ぐらいに使えますので、寝かした状態で冷蔵庫に入れてもらってですね、ご使用いただければと思います。はい、かなり日持ちしますので、はい、保存してください。はい、返し完了です。